矢吹奈子、恋愛のすすめで二度目のヒロイン妥協せず芝居と向き合う、現場、意識していることは。TBS ドラマ、恋愛のすすめ、火曜深夜 0.58 で、ヒロインを公演している女優の矢吹奈子、22、HKT48、アイズ、ワン、アイズワンのアイドル活動を経て、女優としてのキャリアを歩み始め、その評価も高まっている。演技にかける思いを聞いた。入萌渉。大真面目な超エリート高校生たちによるコミカルな、大げさ、大真面目ラブコメディー。矢吹は、一人凛とした立ち振る舞いを続けるヒロインを演じている。意識しているのは、嫌われないこと。彼氏がいる中で、主人公にも惹かれてしまって、なんだかちょっと掛け持っちゃっているようにも見えると、思うんですけど、みんなから嫌われないように、嫌に見えないよう気をつけています。そこは考えながらやっているので、結構演じるのが大変ですと、浮気や、二股などのシリアスな捉え方にならないよう、作品の世界観を守るため試行錯誤しながら、取り組んでいる。恋愛のすすめは、勉学以外の一切の恋愛、娯楽は許されない厳格な校風の男子校である、進む学校、開明学院の創設以来最強の、天才生徒会長。大鳥圭介、綱平永が、私立重和高校に通う女子高生、高田花子、矢吹奈子と出会い、人生初めての恋に落ちることから始まるストーリー。主演を務める綱平永とは二度目の共演。前作でもカップル役だった。その時は台本でそんなにやりとりが多かったわけではなかったので、二人でここはこういう風にしようねとか話し合いながらやっていたんです。だからこそ今回はそこまで話をしていなくても息が合う感じがしましたね。お互いこの本を読んで想像してることが一緒だったと、相性はバッチリだ。現場では誰も妥協しない。一つ一つのシーンに細かいこだわりを持って臨んでいる。ちょっとでも違ったなって思う人が一人でもいたら、絶対に直して、時間が押してでも絶対に取り直すっていう現場です。もちろん、現場の皆さんとしては大変になっちゃうかもしれないですが、私としてはすごくありがたいです。自分の中で納得いかないまま済んじゃうと起きってたまにあったりするので。この現場では皆さんそれぞれが出し切るまでやるというのがすごく良かったし、勉強になったし、もっとお芝居が上手くなりたいと思いましたと、自身も演じる役柄とじっくりと向き合いながら撮影ができている様子。そんな熱を込めて作り上げている作品。花子役は不安に思ったり悩む部分も結構あったのですが、綱くんにもすごく助けられながら、いろんな人に支えられています。この作品だからこそ出た感情もたくさんあるので、細かいところにも注目してみてください。何回見ても面白い作品になっていると思うので、繰り返し見て、新しい発見をしていただけたらと思いますと呼びかけた。